日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日はオン、音という漢字について。音、はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。前回ちょっと言いましたね、漢字について少しやりたいなという気持ちがあります。漢字は大事ですね。で、僕は今まで漢字のことはあまりやってこなかったですけどね。ここにある本があります。これは漢字の本です。小学校で学ぶ漢字の本。僕の子供は今6歳なんですけど、今年から小学生です、ね、小学校1年生。小学校に入るとひらがなの勉強が始まります。そしてカタカナの勉強が始まります。ただ実は僕の子供とか他の子供とか、ひらがなとカタカナはもう読める子がほとんどなんですね。ほとんどの子供は6歳の時にひらがなとカタカナを読むことができます。それは家で勉強したり、その保育園とか幼稚園というところで勉強したりします。ほとんどの子供は6歳の時はひらがなカタカナが読めます。だけど一応小学校ではそこからスタートします。でも本当にすぐ終わると思う。ひらがなカタカナはほとんどの子が読めるんですぐに終わってしまう。で、漢字の勉強が始まります。で、漢字の勉強というのは小学校1年から、高校3年ぐらいまで続きますね。そして大学生になっても漢字読めない漢字ってたくさんあるんですよ。で、僕は40歳ですね。今年41歳、もうすぐ41歳だけど読めない漢字がたくさんあるんですよね。ただその漢字たちはふりがなが普通書いてあります。読みがなというやつですね。で、この教科書には小学校で学ぶ線の漢字がある、はい、時間がなくなってしまった。今日は音という漢字ですね。音という漢字はサウンドのことですけど、音とか音とか読みます。音楽、これはミュージックですね。音楽の音。あと音、いろいろな音を聞く。これは訓読みですよね。音を聞く。例えばこういうトントントンという音がした、ね、こういうふうに。あとは文法でよく使う言葉で母音と子音。音というふうに読みます。その場合は母音。母音というのは母の音と書いて母音。子音は子供の音と書いて子音。母音は和音、あいうえおのことを母音と言います。子音はコンソナントっていうのかな、さしすせそとかかきくけことか、そのあいうえお以外の音を全部子音と言いますね。他は何かあったかな。音楽、音がする、あと母音子音、やっぱり音楽ですよね。音楽は本当に音楽の音、小学校では音楽の勉強もあります。次回から少しずつ漢字をね、こうやって一つの漢字を、紹介して、その後にこの漢字を使って普通はどういう言葉を使うかなっていうのをちょっと紹介したいと思いますね。それはこの教科書には書いてないです。僕が考えて、この漢字を使うのはこういう時だなっ
っていうあの例文を作りたいと思いますね。それが僕にできるあの勉強方法ですからね。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。